は戦国、天下統一を目前にした織田信長が唯一攻めなかった国があった。その国、伊賀。そこは人を人とも思わない人でなしの忍者の国。そしてついに攻めてくる最強織田軍。放て！これが歴史上最初で最後の侍対忍者の戦い、天正伊賀の乱である。このままでは伊賀は滅びる。勝てるわけがあるまいて。しかしそこには天下無敵の忍び武門がいた。よっ、武門が来た。伊賀の者どめを聞け。長年鍛錬を積みし忍びの術を、直ちに合戦場に参集せよ。決して死んではなりませんでぞ。我らは伊賀者の術にはまっとる。覚悟せい。己の叶う相手ではない。よくも我が女房を危うい目に遭わしてくれたな。伊賀一国を敵に回すつもりか。後先考えて無茶できるか。忍びの国、必ず助けてやるからな。